今日は10月に改装オープンした清流グループの有楽商店を取材します。はい、有楽商店はですね、ちょっと名前が違います。なぜかと言いますと、蕎麦屋と居酒屋2つが合体している店となっております。ですから花市という名前、店名となっております。この有楽商店花市、非常にね、駅に近いというか、本当近いよね。有楽町の駅、中央口から徒歩で30秒ぐらいの場所にあります。30秒。もうね、今、先ほどね、解説に出て、もう30秒ですね。ぐらいですね。目印が右側に、もうついちゃった。もうついちゃった。本当は目印言いたかったんですけど、目印右側に交通会館がありますね。でも、その前に交番がありまして、まあ、そういった具合で、今ちょっとね、あっという間にね、駅からついちゃいましたね。そうですね。1階の方が蕎麦屋と居酒屋ですね。こちらは居酒屋の方ですね。で、2階の方もですね、居酒屋になっております。ただ2階の方はちょっと入り口がね、別入り口、こちらですね。こちらが、この階段ですか。はい、この階段が あの2階の入り口となっております。で、駅が非常に近いんで、電車の時刻を気にせずに、また雨の日もね、傘もね、いらないんですよね。まあ、駅中のような気軽な感じで飲める場所となっております。ちょっと2階の方上がってみましょうか。はい、2階、すごいね、窓が大きいですね。大きいですね。ちょっとこの2階にいるんだけども、なんか外との距離が非常に短く感じますね。外がよく見えますもんね。はい、この窓際の席はですね、一番人気の席となって、人気席なんですか。はい、ここに座ってるとですね、有楽町の雰囲気を十分味わうことができるという席となっております。皆さんもね、ぜひとも花市に来られた時は2階の席の窓際に座っていただくと、通っている人、あ、あの人どこ行くんだろうと、ずっと結構ね、人間ウォッチングとかしちゃって ね。でもこれからの時期、クリスマスなんかカップルも増えそうですよね。そうですね、あの待ち合わせとしても非常にいい場所とないかなと思います。あの表から見てもね、中の人分かるし、よく見えるし ね、中からもね、おーっとね、手を振ればね、入れるお店ですね。そうですね。さあ、これから高山マネージャーと店長の釣沢さんに取材をしていきたいと思います。それでは花市店の高山マネージャーと、そして芹沢店長を紹介していきたいと思います。で、両者に花市について、この店についてのいろいろなお話をお伺いしていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずね、お店の雰囲気、そして客層などをね、伺っていきたいんですが、高山マネージャーからちょっとお話聞かせてください。はい、比較的若い女性が多くて、おしゃれな女性な方がたくさん来ているかなと感じます。芹沢店長、はい、どうなんですか。これは平日はやはりサラリーマンの方のご来店が多くて、あとはもう9時以降ですね、近隣の、まあ、先生が、まあ、丸井さんですとか銀座市さんが閉店されてから、若い女性の方とか、まあ、ご来店が目立ちます。ああ、なるほどね。ちょっと今ね、高山マネージャーが、若い女の子が結構来ると言っておりましたが、何時頃多いの？何時頃かな。まあでも9時、やっぱ9時過ぎですね。9時過ぎ？9時過ぎです。9時過ぎ来ると若い女の子いっぱいいるの？いっぱいいます。じゃあ俺来ようかな。楽しいですよね。楽しいな。一番人気のお酒は何でしょうかね、高山マネージャーお願いしてください。はい、大辛口のデンですね。ああ、デンの大辛口。はい。純米の大辛口で、このお酒はですね、日本酒で言いますとプラス10になります。アルコール分が若干高いですね。 17.5% 入ります。飲み方はどんなのがいいかと言いますと、どうです、この飲み方は。やはり冷やで。冷やでね。はい、芹沢店長はどうですか。大辛口はやはりいい意味で癖がなく、飲み続けられるお酒ですね。スッと入っていくんだけども、その余韻持ちがふわっとしたね、そうですね、後から来る余韻持ち、これまた非常にね、美味しい、美味しいお酒ですね、というふうに思います。今度は、ね、お料理の方を聞いていきたいと思います。一番人気のお料理は、はい、こちらの厚焼き卵。はい、あ、美味しそう。これメニューにも載ってたね。はい、厚焼き卵、しらす、明太、プレーンとございまして、3種類ございまして、これはまあ自由に上にしらすが乗っかってたり、そういうこと、ね、明太子がかかってたりと、いうのがありまして、プレーンが一番人気かなと。はい、そうなんだ。まあ、こういうのもね、ちょっとおつまみ、いいですね。芹沢店長は、はい、ですか、個人的な、まあ、おすすめなんですけども、はい、鮭とば。あ、とば、鮭とば、はい、いいね。ここにもね、書いてありますね。はい、鮭を干したもの、干したもの、マヨネーズにつけて、そうです、炙り焼きで、マヨネーズにつけるんですけども、これがまた先ほどの
大辛口によく合う。あー、美味しそうですね。はい、エーヒルの炙りっていうのも人気あるって書いてあるんですけど、はい、こちらですね。あ、こちらも美味しそう。はい、これもマヨネーズつけて食べてほしい。そうだね、ヒレ、ね、3組に1人、3組1人か、3人じゃなくてか、ね、結構みんなでこうシェアできるのでね。あ、ね、そうですよね。大好きでね、いつも正月の時、朝ちょっと炙って、裂いて、はい、ポケットの中に突っ込んで、はい、で学校行ってでね、休み時間になるとね、一人喋ってるとみんなが寄ってくるんだよね、はい、何食べてんだ、でしょうがないからヒレ食べてるからちょっと食べてみろ、食べさせたらみんな喜んでね、はい、もう俺が行くたんびにね、あ、今さっきヒレないの、ヒレないのってね、みんなはね、本当に俺の後くっついてくるんだよな。まあそれぐらいね、英雄のヒレはね、好きだったね。お店のおすすめ料理聞いていきたいと思います。高山マネージャー、はい、お願いします。銀だら煮付け。銀だら煮付け、銀だら煮付けね、はい、こちらですね、はい、本日のおすすめで定番ですか。定番でございます。じゃメニューに載ってるんですね。はい、871円、うん、871と、うん、花市、素晴らしい。これはおしゃれで、しゃれでちょっといいね。花市の店に行ったら銀だらの煮付けを食べて支払いは花市と。芹沢店長もやはりおすすめはこちら。そうですね、うん、こちらの銀だら煮付けは味もよく染み込んでまして、うん、お客様もお一人で来てもこれも全部食べきっちゃう。ああ、これでご飯なんかも。そうそうそう、わ、いいね。いいですよね。独自のサービスって何かありますか。カチコチレモンサワーですね。レモンを8カットに、8分の1にカットしまして、で凍らせて、凍らせて、丸々1個分入れてます。ね、そして中杯です、ね、凍らせて。そうです。氷の代わり。え、氷の代わり。氷は一切入ってない。入ってないんで、潰しながら飲むと。追加って書いてあるから、だいたい皆さん何杯ぐらい飲んじゃうんですか。これが3杯。3杯。はい。1杯に2杯目は爽快に。グラッといって、うん、でだんだん味が濃くなってきて、うん、3杯目がゆっくりとゆっくりと味わいながら飲む、うん、こちらだけなんですよね。そうです、今花市だけしかやっておりません。どなたが何か考えたんですか。以前ここにいらした、うん、ひろきというのが考えてくれまして、うんうん、それも代々受け継いでるという感じになるわけだ。地域店でやってるかな。やるかもしれない、ね、やるかもしれない。今日来る時に場所をね、周りを見てきたんですけど、交通会館が目の前にあって、交番も目の前ですもんね、うんうん、あるので、なんか面白いエピソードとかって。まあこの間蕎麦屋さんの方に芸能人の方が結構、ね、まあ、いらっしゃったりとか、うんうん、っていう、まあ、場所柄もあります。そうだね、はい、揉め事はなさそう。揉め事はないですね。ないですよね。交番があるから、ね、一番安全とかだ ね、 安全でもね。女性が一人でもね、うん、気楽に入れる、そんな自然な雰囲気と、うん、なっております。なんといっても駅近ですもんね。駅から歩いてみたんですが、本当に近いね。雨にも濡れないかもしれない。雨にも濡れないし、待ち合わせにね、最適ですよね。最高にね、相手が遅れてくるときは先に一杯飲んで、うん、本当に楽しいことができるし、まあ、非常にいい場所、いい場所ですね。2階の方、座る方は外の景色がもう見たくて、うん、2階に上がる方もいらっしゃいます。いいですね、ここね、うん、今季節ちょうどほら外紅葉、紅葉が見ながら、紅葉見ながら一杯、はい、できれば、ね、純米の大辛口を飲みながら、ね、あるいはね、平気でかじりながら、街行く人を眺めながら楽しむことができるという、この有楽町では他では味わうことのできない楽しみができますので、ぜひとも来てほしいなと思います。そして、ね、ちょっと聞きたかったことがあるんですけど、はい、うん、以前アドマチック天国に出ましたよね。そうですね、お蕎麦屋さん。お蕎麦屋さんね、はい、やっぱテレビの影響大きかったですか。ぐんと行きましたね。ぐんとやっぱりね、もうテレビの影響は凄まじいというか、その頃私たちもぜひね、まだ今度は何かそういうことがありましたら呼んでください。ぜひ、ぜひ行きます。さて、こういった蔵元会員の会員証について説明していきたいと思います。この蔵元会員の会員証、白いカードあります。これは今まで工場見学が蓮田工場の方で行われておりました。その際にですね、発行しておりましたが、今残念ながら工場見学、このコロナの関係でありません。ですが、この会員証をお持ちのお客様、この花市でもこの会員証を使うことができますので、ぜひともこの会員証を持って花市の方にお越しください。このような増すだけがいっぱいサービスとなっております。ぜひともね、このカードを活用していただきたいなと思います。こちらの営業時間を教えてください、はい。花市のそば屋と居酒屋で分かれておりまして、そば屋の方は朝の7時から夜の10時までになってます。で、居酒屋の方は1階と2階で分かれてるんですけども、1階の方は昼の12時から、うん、
夜の11時半ま で、2階の方は5時からで、これもまた終わりの方は、1階と同じで11時半までとなります。休みの方は、休みの方は年末年始だけだけですね。ひょっとして年末年始人がいっぱい来れば営業するかもしれないね。そうですね、可能性もあります、はい。それでは今日はですね、先ほど一番の人気の純米の大辛口伝っていうやつがあるんですが、これでみんなで乾杯をして締めたいと思います。はい、今この動画を見てるお客様、お手元に近くにありますお酒をちょっとお持ちください。一緒に乾杯したいと思います。よろしいでしょうか。それでは乾杯。乾杯。うーん、飲みやすい、うまい、大辛口、美味しいですね。酒と送っていいですか。あ出てきました。出てきました。おつまみが出てきました。店長、これから仕事じゃないの？いいの？ちょっと大丈夫ですね。大丈夫です。社長の好きなエヒレも出てきました。はい、後で怒られる。後で怒られる。勝ちながら。ということで、今日は有楽町の花市店の方に取材しに行きました。声優チャンネルは毎週土曜日に配信しております。じゃあ、さよなら。はい、また来週見てくださいね。お待ちしてます。名前呼んでください。皆さん今度来た時に、名指しで来てください。名指しがあると思います。はい、高山マネージャーに芹沢店長です。よろしくお願いします。あと、もうちょっと面白いのが出し切っちゃったのか。YouTube の撮影があるんで、昨日髪切ってきました。あ、そうだそうです。ありがとうございます。もうマリモみたいになっちゃってたから。あ、そう、もう切りたくて。ちょっとそれもっとアップでドアップで行った方がいいよ。ドアップで。そうなんですよ。じゃあそれもう慌てて行ってきました。下に書いてください。はい、今日のために髪を切ってきました。髪切ってきました。